はい、どうも森田ミートです、突然なんですけれども私今大阪に来ております。すごいね、最近のフラットランド YouTube いいね、活気がある。ちょっと前はねニューバランスさんのお仕事で京都に行って、今回大阪ですよ。大阪のここはね、北加賀屋という場所に来ておりまして、工業地帯なんですよ。その工業地帯でですね、スマセルという、サスティナブルな活動をサービス提供している会社があるんですけれども、そのスマセルさんから、ちょっと僕にお話を、くださいまして、工場跡地をリノベしてサスティナブル複合施設を作るんですって。サスティナブルファッションが入ってきたりとか、飲食でもそうだろうと思いますけど、そのサスティナブルな活動をしているようなショップを集めた複合施設を作る、それにちょっとなんかこう協力してもらえませんかっていうお話をいただきまして、これはチャンスと思って来ちゃいました。というわけで今回の僕の目的としては、工場跡地に遊びに行って、まあ、実際そのスマセルの代表の方ともお話をして、どんなこうプロジェクト構想があるのかっていうのを調査しながら、実際にこう取り組んでるサスティナブルな活動もいろいろとお聞きできたらなと思います。いっぱいいる YouTuber とかいろんな面白いチャンネルあるので、フラットランド YouTube で見ました、面白い活動してると思うんで一緒にやってくれませんか。そんなお話いただけます。やっぱ令和は SNS だね。こっちですね。いやいや、めちゃくちゃ工場だよ。この奥にあるこの工場なんですけれども、いらっしゃいますかね。あ、お邪魔します。こんにちは。こんにちは。ご無沙汰します。お願いします。お願いします。ご紹介します。スマセル代表の、福谷さんです。よろしくお願いします。します。ちょっと初めて工場来たんですけど、はい、広いですね。広いです、はい、めちゃくちゃかっこいい、はい、そして壮大。ここあの跡地、ここをリノベーションして、はい、複合施設を作るとお聞きして。そうですね、スマセルサステナブルアウトレットモールっていう、はいはい、オンラインのサイトを運営していまして、うん、ファッションロスをなくすためにの活動をやってまして、はい、うんうんうん、まあ、今世界でだいたい毎年3000億着以上の洋服が捨てられていってるんです。毎年、はい、まあ、日本だけで、200億着以上。はあ、日本だけでも、はい、まあ、そういったファッションロスの問題を解決していこうということで、はい、立ち上げたサイトがこのスマスになってまして、 なかなか結構オンラインで伝えきれない部分とか、はい、表現しきれない部分っていうのがあって、まあ、僕らが考えているサステナビリティみたいな、持続可能性みたいなものを、はい、より体感できるような場所を作っていきたいということで、このリアルの複合施設を作ろうということになりました。ここにはだから、まあ、数百以上のそういう、これ以外にも全国の、はい、世界のサステナブルなブランドがここに集結して、はい、それをまあお客さんが手に取って選べるような場所にしていきたいなと、はい、そういうプロジェクトに、フラットランドがお声掛けいただきました。わかりました。今のこの壮大なあの一大プロジェクトの中に入ってます。この森田のこう凄さをちょっと伝えたい今回。フラットランドのお話をあの森田さんからお聞かせいただいた時に、すごくやっぱり、まあ、僕らが考えているそういうサステナビリティとか持続可能性みたいなものとすごく相通じることを感じまして、で、森田さん自身もそういう、障害者の労働支援の話であったりとかっていうのを結構積極的に、洋服だけじゃなくてアートとかダンスとかを通して伝えていこうとされているので、なんでまあそこに僕らも共感して何か一緒にご一緒させていただきたいっていうのをこちらからお声掛けさせていただいたっていう
なかったです、はい、そういうことですよサステナブルって結構難しい抽象的な言葉なので、うん、なんかそれをこう難しく考えずにそう楽しみながら、うん、まあ、かっこいいとかかわいいとか、うん、まあ、それこそおいしいとか、うん、楽しいみたいな感覚で、で後で帰ってからなんかちょっと気づきがあるような場所になればいいなっていう考えです。素敵ですね。実際にこうこのエリアはこういうものがあったらある予定というか、こういうものを作る予定とか。そうですね、ちょっと工場見学みたいなしてもいいですか。そうです、あ、ぜひぜひ。左の奥、あ、ど、あの突き当たりの奥、はい、の2階になってる部分がある。あれ上があるんですか。はい、あそこがあのライブとかができるステージ。はあ、ちょっと行ってみてもいいですか。あ、ぜひぜひ行ってみましょうか。ライブも考えてるんですね。あ、そうですね、ここでライブとかも考えてるんで、ぜひ森田さんにお願いしたいです。ちょっと、俺大阪で現場ありますこれうわ、すごっ。上も広いっすね。広いんですよ。かっこいいここが一応ここがステージになってまして、まあここにまあ、ちょっとどでかいスピーカーを両サイドにドーンと置いて、はいはいはい、うわすげえ、ここ立てるんですね、はい、でここにまあ要は手すりみたいなものが落ちないようにして、で、まあ、ここにあの DJ の方とかだとここに、まあ、DJ, ブースあの DJ ブースができて、はで、まあ、ライブパフォーマンスの時は全部取り除いて、はい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 、ここでできるみたいな。すげえめっちゃかっこよくない？結構入りますよ。結構入りますね。数百人規模で、数百人規模のライブができるんです多分はあ、すごいですね、はい、確かこんぐらいの広さだったらね大丈夫そうですかね。大丈夫じゃないですかね。結構その感覚がわからないんで、ダンスのパフォーマンスができそう、はあ、ダンスのパフォーマンスもできると思います、はい、ただちょっとここのあの隙間が埋まって、はい、フラットになります、はい、ここフラットになれば、はいはいはい、全然全然、はい、はあ、すげえな。あれ、これクレーンですか。これクレーンです。これが一応動かす想定で今考えてるので。動かす想定なんですか。はい、なんでこれをなんか活用して、まあ、いろんなことができればなとは思って。例えばどんな。例えばですけど、まあ、ちょっと今みんなでシャレで言ってるのは、これを使って人間 UFO キャッチャーみたいなのができたかなっていうのは人間 UFO キャッチャー、はい、まあ、なんか例えばめちゃくちゃ怖い。ここに人を引っ掛けて、はい、でそれでこう下にグーッと、はいはい、こっちに押していって、うん、でそこで例えば、まあ、本来捨てられるはずの、古着の山みたいなのを作って、それを人がこう持って行ってもらって掴んだ分だけを持ち帰りいただける。なるほど。みたいなのはちょっとまだふざけながら話してるんですけど、これ実現したら面白いよねって話はしてます。トンネルズ世代ですか、ね、そうですね、トンネルズ世代です、まさにめちゃめちゃ楽しいですよね。楽しいです、それができたらね。でも楽しみながらそういうサステナブルな体験とか、そういう確かに確かに、はい、チェックしながら、ね、できるかどうかちょっと分からないですけど、一応構想を、そういう、でもそういう施設をこう、はい、考えてるってことですね。そうです、そうです。森田さんのライブでなんかプレーン発生できるんじゃないですか。え、もう レディーガガみたいになるってことぜひ使っていただきたい。北加賀屋のレディーガガになるぜひ使っていただきたい。あっちの方がですね、はい、飲食店さんとかを一応誘致する予定して、まあ、オーガニックカフェとか、はいはいはい、ビーガンレストランとかをこれからまあ誘致していく予定になってまして、うんうん、でまあ、こちら手前の方に、まあ、古着屋さんとか、はいはいはい、インテリアショップさんとかが入っていくような形に、うん、まあ、そういったまあ複合施設を。なるほどなるほど。はい、予定しています。内装というかそういうイメージとかももう出来上がってるんですか。内装もできるだけ、まあ、ちょっと白く塗装して、はい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 、まあ、今かなりちょっとこういうインダストリアルな感じなので、そうですね、男性は好きなんですけど女性の方はちょっと引いちゃうかもしれない。そうですね、ちょっとなんかそこら辺はできるだけ最低限の整備というか、うん、清掃と、うん、塗装はしようかなと。はい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 。でもじゃあ割とその工場の雰囲気というか、そういうのを残しながらっていう。そうですね、はい、一通りこれが今構想中のプロジェクトというかイメージっていう形なんですね、はいはいはい、もうこれなかなかこの大きさだとね、いろんな
トップさんが入ったとしても結構入るじゃないですか。結構入りますね、はい、東京都内でもなかなかこの規模感の商業施設みたいなのはそうですねないんで、そうですね、まあ、そのサステナブルに特化してこういう工場をリノベーションしたっていう意味ではないかもしれないですね。結構そんなところであるんですか。他にあんまり聞いたことないです、ね、ないですよ、はいはい、なんかニューヨークの方とか行くとロフトとかね、そういう工場をリノベーションしたようなロフトとかがでライブやってたりとか、はいはいはい、まあ、それが丸々飲食店になってたりとかって結構見受けたりするんですけど、日本ではまだまだそういう事例が少なかったりするんで。素材はあるんですけどね。そうですね、そうなんですよ。面白いですね、はい、ここって実際 駅からどのぐらいなんですか。ここ徒歩で5分ぐらい。あ、5分ぐらいなんですか、はい、意外とじゃあ全然来やすいというか、はいはいはい、今完全工場跡地状態、はい、これが実際完成どうなるのかっていうのを楽しみにしながら。そうですね、オープンは来年春ぐらいを予定して。春ぐらい、はい、じゃあもうすぐですね。もうすぐです、はい、あっという間にじゃあここが施設に変わっていくということで。そうですね、これから工事に入っていくので、うん、ぜひビフォーの状態を見ていただいて、まあ、アフターの状態はまた後日お見せできればなと思います。楽しみにしております、はいはいはい、というわけでちょっと今回あの北加賀屋の、工場跡地を、住ませるサスティナブルコミューンに、取材を、しに来ました。平さん、ありがとうございました。ありがとうございました。